じゃあ手を振ってあげてくださいね。俺たちが応援してるぞ、そんなですね、ファンとそしてドライバーはつながります。プレッシャーをかけようというんでしょうか。さあ、1コーナーの皆さん、先頭ジャン、後ろにジュニアの父、子が今行きましたよ。手を振ってあげてください。ここ数年したら、今度はジュニアのアリス選手がフェラーリのドライバー、あるいはフェラーリエンジンを積んだ F1 カーをドライブする、そんなドライバーとして F1 日本グランプリに帰ってくるかもしれませんよ。ぜひ日本のファンの皆さん、ジュニアの味を覚えて、なんといってもね、アレジさんの血も引きますけども、日本人、その奥様のですね、後藤久美子さんの血を受け継ぐこのジュニアのアレジです。日本も、そして父の母国も両方愛しているジュニアが、また今年もこの鈴鹿でファン感謝デーで親子対決、1勝1敗に持ち込むかジャンガレジ、そして2連勝を飾るか息子ジュニアの2台並んだショートカットのコーナーで並んで、もうお互いにちょっとずつちょっとずつもうつばぜり合いだぞ。ちょっと前でジュニアが煽ってるぞ。そしてジャンガインサイド、フェイスカーが横にピットロード今入っていきました。さあ、シングルグリーンに変わるバリアススタート、ゆっくり最終コーナーからストレートに降りてきました。シグナル変わっています。スタート、インサイドからまずはジャンガレジがスタートを決めて1コーナートップで入っていきます。スタートホールショットを取りましたのはジャンガレジ。いやー、ここは昨日と同じ鉄は踏まないというところですよね。昨日はジュニアードにスタートでアウト側から大外刈りみたいな感じでズバッと行かれてしまいましたジャンです。さあ、ジュニアード、この F1 ドライバーがどのドライバーに聞いても褒めちぎる鈴鹿の S 字、フェラーリのマラドーナのシミュレーターでも何度も走っているんでしょうね、この鈴鹿。その今 S 字を抜けて逆バコーナーを抜けてダンロップコーナー、そしてそのダンロップコーナーの途中から東コースのショートカットのコーナーを抜けまして最終コーナーに戻ってきます。さあ、ジャンガレジちょっとアクセル踏むのが遅れたかな。ジュニアールが今インサイドに今度は車を持っていった、サイドバイサイドになった。そしてジュニアールが前に出ます。世界中で行われていますこのワンウェイクレスト、フェラーリ横尾発チャレンジの GT カーを使用して同じコンディションで戦ってもらいますが、ジュニアのアレジが先頭に立ちました。さあ、ここから昨日は引き離しにかかっていたジュニアのアレジなんですが、 S 字ではもう結構遠赤アグレッシブにまたいでいきますね、ジャンガレジ。おーおーおお、 S 字の2つ目、さらに今逆バックコーナーでもジュニアが綺麗にこのトラック上のアスファルトを捉えていくのに対して、ジャンガレジはアグレッシブに遠赤をまたいでいきます。これぞまさにジャンガレジの走りか。さあ、最終コーナー、おっと、ちょっと、ジュニアのコースオフだ。これにはパパもびっくり。そしてそのミスをついて今度はジャンガレジがサイドバイサイド、そしてチンカーのブラック、どっちだ、ブルーのジュニアが乗りました。おーらら、ドキドキした。ガチでやってたらショートカットコーナーで本当にコースオフした。いやー、これで一瞬お父さんもアクセルを緩めてひるみました。しかし立て直したジュニアールが先頭でフィニッシュ。いやいやいや、お父さんのプレッシャーも大きかったのかジュニアール、しかしうまくリカバーしてチェッカーは前で受けましたジュニアールアレジ。そしてパパジャンガレジは息子のそのアグレッシブさに脱毛というところでしょうかね。この後お二人が戻ってこられましたね。またファンの皆さんにレースの感想を伝えてもらおうかなと思います。
コーンズモーターさん、本当に今回はメラ横橋チャレンジご協力いただきましてありがとうございました。さあ最終コーナーから戻ってきました。ジュニアガレージ、ジャンガレージ、どうぞ大きな拍手でお迎えください。